今回訪れた場所はキシリ島。人口約4200人の島にはどんなグルメや景色があるのでしょうか。初の離島でございます。早速見てまいりましょう。どうぞ。えぐい、えぐいぞ。どうなっと。クロリだって降りるんだろう。いや本当。めちゃめちゃ。来たね。よいしょ。おお。あ。あ。やばい。全然。全然見えない。やばいやばいやばい。伝わんねえこれマジ。マジでさ、イッテ Q のカメラマンとかさ、どうやって撮ってんの。無理じゃん、こんなのさ。え、これ？これか。これか。うわ、危ない。危ない。危ねえよ。震えたぜ、今。うわ、これじゃん。いた。やば、震え止まらん。難所やって、ここは。さっきいたのがあそこなんでね。これね、えぐいて。いや、すごいけど、自然しかないけど。移動と登山で疲弊した私は足早にお食事どころへ向かいました。和洋創作いろはさん、お世話になります。疲れ切った体に染み渡る利尻昆布梅酒、よく味が染みた湯豆腐、上質な味わいの馬刺し、すべて印象的です。美味しかったです。ごちそうさまでした。また来ます。さあ、今回もやってまいりました。どんな街のコーナーでございます。今回はどんな島ということで題しましてね、やってまいりましょう。それでは1番。2つの街からなる島。利尻島は利尻町、利尻富士町から構成されている島です。島全体は一周が 55km ほどです。利尻富士とも称される利尻山は全国各地から登山好きが集まる山で、標高1721メートルと絶妙な達成感を得られるでしょう。景色も間違いなくいいんだろうな。続いて、高級品利尻昆布。昆布と聞いて侮ってはいませんか？利尻昆布は全国的に有名な品種です。利尻礼文稜島はもちろん、稚内オホーツク海にも分布しており、生産地ごとに特徴が変わるのだとか。
他の昆布に比べて肉厚で柔らかく癖のない上品な出汁が取れるので、関西方面の料亭から絶大な支持を受けているようです。北海道の食材と腕自慢の料理人たちによる化学反応、想像しただけでもよだれが出ますね。あまりの天気の良さにアスファルトにダイレクトで干しているお家もありました。地元ならではの風景ですね。以上、利尻島ってどんな島のコーナーでした。2日目参ります。はい、おはようございます。利尻町2日目でございます。今日はですね、自転車を借りて旅に参りたいと思います。こう音入ってるかな今ですね、これはどこだ、今が富士の園地展望台に来ております。凄まじい風です。2日目とても晴れてね、良かったですけども、風がいかんせん強いので、飛ばされないように頑張っていきたいと思います。それでは行ってみよう。自転車サイクリングロードですね。めちゃめちゃ気持ちいい。めちゃめちゃ気持ちいい。天気がいい。あざす。島の4分の3を自転車で走破したところでランチタイム。利尻町にあるミラクさんへお邪魔しました。お店の前は人気店ということもあり、かなりの行列でした。私は焼き醤油ラーメンのとろろ昆布トッピングを注文。疲れた体に染み当たるとてもデリシャスなお味でした。並んでよかった、また行きたいです。そしてそして、ミラクさんから少し自転車で走ってやってきた場所はミルピス商店。1967年から販売しているミルピスを注文。爽やかで甘酸っぱいミルピスはどこか懐かしく、とても飲みやすくて美味しかったです。学生時代近くにお店があったら部活終わりとかに行ってたなぁ。普段しない運動を急激に行ったことにより股間と太ももの痛みが消えない私は居酒屋力丸さんへ。もつ煮刺し盛りと、これは魚卵、この日のおすすめメニューみたいな感じであったんですけど、ちょっとメニュー名は忘れちゃいました。絶妙に美味しかったです。ビールと日本酒で流し込みました。また来ます。はい、というわけでいかがだったでしょうか。利尻町、利尻富士町をお届けしてまいりました。いやー、まあね、これ今出発するね、40分50分ぐらい前の今動画なんですけど、最終日がね一番晴れるっていうね、まあ旅あるあるですね。めちゃめちゃもう見渡す限りの晴れってねそんな感じになっております。利尻とっても面白い場所でした。自然も豊かで、人もね、優しくて温かくて、皆様、素晴らしい方々ばかりでした。またね、でももう、まあ本当に、
簡単にアクセスできることが十分に分かったので、また来たいなと思います。利尻町、利尻富士町、ありがとうございました。